君の脳に直接毒を恐るの宮です。こんにちは、こんばんは。リトルナイトメア2やっていきましょう。やっと出ましたね。待ってました。はい、やっていきましょう。ニューゲーム、あ、設定からやればよかった。はい、主人公のモノくんでしたっけ。もうちょっとね、大人物にそっくりな感じではあるんですけども、主人公なんだね。シックスさんではないんだね、主人公今回は。なんか協力プレイかなって思ったけど、そういう感じでもないみたいですけど、まあとりあえずね、進めていきましょう。てか今作が前作リトルナイトメア1にあたるあれの前日譚なのか、これは飛んでいいのか下に降りられんのか？あ、降りられるそうだね。わ、なんかの死体だ。その1の続編って言っていいのかな？全然情報を仕入れてないんで分かってないんですけど、続編なのか、前日譚的なやつなのか分かんないです。まあこれからね、その辺分かってくると思います。あ、そうだ。なんか引っ張ったりするんだよね。しゃがんで入る。体が覚えてる。かわいい。あ、ただ通るだけね。これは靴か、ん？靴だね。投げられる。靴大きくない？でもあれか、主人公以外はなんかでっかい人いっぱい出てくんだよね。これはなんか嫌な感じだね。肉団子かな？掴んで、起き上がる？ん？登る？なんか他のゲームの名前出すのもあれなんだけど、インサイドみたいな感じだね。前回はモウっていう船の中でのお話だったからね。これはなんか死体がいっぱい出てくる。これはなんか罠っぽいな。あ、やっぱり危ねえそれでよかったのか。びっくりした早速殺意マシマシ。結構、インサイドじゃないわ。リトルナイトメアって、リスポンが早かった気がするけど、どうだったかな？覚えてないな。とりあえず引っ張って、なんか上行けそうだよね。左上の紐のところ。いや、でもちょっと距離があるな。やめとくか。まあ、とりあえず、進めるとこまで進んでいこう。あ、奥に押せるんだ、これ。とはいえだよね。そうだよね。限界があるし。うん。まあ、とりあえず、右に進んでいこう。パワー！しゃがんで進んでいきまーす。あ、お？あー、あー、しゃがんで。ダメだったか。右に逃げなきゃいけなかったんか。こっからやり直し。走るのが死角。これペースが大丈夫か？全然無理。ああ、なるほど。たまにちょっと遠慮してくれる感じなのね。なるほど、なるほど。なんか音がしてる、左から。なんだ。こういうのもあんのね。これは、大丈夫か、普通に。セーブが入ったということは、また罠かな。これ登って左に行けるのか。こっちじゃない。あー、これ入れんのかな。あ、入れる入れる。
で、あの紐を掴んでウィーンっていく感じか。ははーん。あ、話しちゃった。うい。あ、危ない。ピョーンってなんないんだね。これは、なるほど。これ多分戻っていくから、タイミングよく、まあ、そんなにタイミングよくって感じでもなかったな。早め早め。これは、無理やんって顔してんじゃん。とりあえず飛び越えてみる。何か起きるかもしれないし。あー、なるほどね。落下ダメージ。落下し。あ、はい。かわいいね、モノくん。モノくんでいいんだっけ？あ、手前から降りられる説？ここ。あー、なるほどね。死に覚えな感じがあるな。こういうところは相変わらず登れると。よいしょ。落ち葉がすごい。落ち葉じゃなかった。ああ、靴がいっぱい落ちてんな。なんだろうね。おっと？なんか、ああ、ここ、ああなんかここにあるって言おうと思ったら、捕まっちゃった。ってことは、この、靴を、罠に、ほいってやれば、ほいってなるかな。ここね。ああ、いいね。まだチュートリアルって感じ。ズサーってできる。ここもなんかあるように。あ、トラバサミ？やだね。ここもなんか挟まってる。取れんのかな？取れるね。おお、装備。重そう。へぇ。こんなんでも重いんだね。モノ君にとっては。これは、入れる？入れました。ずさー。シックスちゃんは出てくんのかな？時系列とかさっぱり今んとこわかってないから。これマジ怖い。あー、やっぱり、あー、連動していく。お、松ぼっくりーずが。これうまいことね。こういう感じなんでしょう。悪意の塊じゃねえか。バイオフォーか。すごい楽しい。持ってかなきゃいけない。おお。ここ取っていけば大丈夫そうだけど、あそこに、トラバサミあるけど、いける。ああ。よしよしよし。この適度に脳を使う感じ、楽しいな。なんかいるのか？か？カンオケ？こういう家って嫌な予感しかしない。入らないで行く術はあるのか？あ、トイレ。で、多分ここは届かないから、窓から入っていく感じだよね。登れる。よいしょ。え？あ、詰まってただけだった。あー、来たー。来たー。熱そう。あ、落ちちゃった。なんか、なんだろう。これ。カレーかな。あ、動かせる。動かせるけど、可動範囲の狭さ。動かせないと言っても過言ではない。とりあえず進むか。わ、広い。行けるとこたくさんなの困るよね。とりあえず目についたとこから行ってみよう。入れる。わー、下に降りんのか。とりあえず2階からやっていくか。2階なのか？ここは入れない。これは開かなそう。開きそうだな。ちょっと開いてる？開いてない。
なんか、帽子はポーズメニューで装備的、そういう着替え要素みたいのも出たんだ。あ、これ早期購入特典の木のやつね。暗くて見えない。で、これが、今手に入れたの。頭ちっちゃくない？あ、顔は見えそう。普通の子なんだね。なんか、わけあって紙袋被ってるわけじゃないんだ。へぇ。ああ、こういうのもあるんだ。というか、16種類、12種類か。へぇ。なんか、もうすでに取り逃してる感あるけど。これで心置きなく下の階に行けますね。これが、この左から鳴ってる音は、オルゴール的なあれなのか、誰かが弾いてるのか。あ、ていうかあれか。こっから入っ、あ、なんか、オルゴール的なもので誰かが弾いてるっていうの両方とも合ってたわ。あの子は誰だ？で、なんか鈴っぽいの音すんじゃない？違ったわ。あの子のところにどうにかしていけんのかな？あ、なんだこれ。物騒なものがある。あ！取れないんだ。まあ、とりあえず右に行くか。わ、物騒なものがいっぱい。取れそう？取れた。取れたとこで、強い。これで、開けられるかな。あー、脅かしちゃってごめんね。めちゃめちゃ怖いでしょうね、こんな。こんなん来たら。なくなっちゃった。あ、いたいた。来たよ。大丈夫？なんか喋ってる。怖くないよ、的なことを言ってるだろうけど、めちゃめちゃ怖いだろうな。ああ、裏切りの。まあ、しゃあないやろ。そんな、斧で。あれしてんだから。僕もこれ引きたい。なんかカウントしてあるよね。あ、サンカ君の絵がある。サンカ君今回も集めんのかな？わ、なんか、的？なんか、ミワワワワーンって真ん中の子から出してる感じあるよね。とりあえず追っかけてみるか。あ、上にいた。上に行ってなんか開かないドアが開くようになってるかな？待てやー。あ、なんか大人の動く音みたい。あ、でも、え？生きてないというか、何これ？マネキン？どうぞー。やば。なんなんこれ？ソーセージ？ちょっと、早速やばそうな雰囲気ですが、続けていきたいと思います。来た。ああ、それなんか、やばそう。待てやーってなってる。何も起きらない。起きらない。起きない。あ、一緒にやろうって、逃げてたんじゃないのか。ああ、なるほど。え、彼女がシックスちゃんなの？彼女なの？あ、やばい。なんか、迫ってる音してる。え？あ、なんか仮面がいっぱいある。なんかワンでは、みんな仮面被ってったよね、確か。違ったっけ？あー、へえ。これ一緒に押すタイプのやつじゃない？早速、共同作業。あ、やっぱり。
よいしょ。あ、なんか、鍵あるね。これをどうにか、この、推定6ちゃんと一緒に見つける感じかな。取り方を。で、ここにクランクの穴があるでしょ？この中に入ってんのかな？違うな。登るだけだな。クランク的なもの。この辺じゃないのかな。まばゆい。でもなんかこの、死体チックな、死体だね。死体チックなものを揺らすのかと思ったけど、あんま関係なさそう。戻れるってことは、まあ、戻った先になんかあるんでしょう。降りていいのかな？結果として。ここにも鍵がある。あ、あの左上の鍵はここのあれか。クランクを見つけなきゃいけないのか。下には何もなかったよ。この辺ありそうだよな。一応登れるけど多分ここではない気がする。あ、これ登れる？あ、違った。登れない。このクランクね。あ、手繋いでる。かわいい。仲良しかな？あ、あ、そういうのがあんのね、今作は。え？泣いてなかった今。気のせいか。うわあ、やだー、やだー、動き出しそう。ま、取るしかないんですけどね。あ、ああ、動き出さなくてよかったね。ちゃんと坂道できてんの優しいな。取ってきたよ。あ、やってくれるんだ。はつらつとしてるね。あ、回すのは僕なんです。あ、やってくれるんですね。で、あれが、え？あ、登んですね、僕が。あー、なるほど、なるほど。よいしょ。あー、取れや。あ、取れた。鍵ゲット。あ、ポッケに入れんのね。これをもう動かす意味はない。ね。じゃあ、手繋いでいこう。で、これ開けられるでしょう。なんか鍵でかくなってない？うわぁ、出れたー。というところで、今回は終わりにしましょうかね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回以降も見ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ、じゃあね、おやすみなさい。